どうもこんばんは、しゅんです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。でですね、前回ですね、サイコ側の岩ですね、岩を使って遊んでたわけですけども、まあ効果は前回のね、配信のアーカイブを見ていただければわかると思います。で今回ですね、残った最後のアイテム、サバイバーのコンパスですね。これはね、正直使うかどうか微妙な感じなんですけど、まずはレベルを上げてから使っていきましょうか。まあ、ついにというか、ようやく全てのアイテムがね、上がってしまうということで、あと残ってるのはですね、ワークショップのレベルがレベル10にしたら、もういよいよね、やることがなくなってしまうということでね、いや、なかなか辛いですね。で、時間全く見てなかったんですけど、効果時間4秒からスタートですかね。現在 4.8 秒ですね。ではサバイバー側から遊んでいきましょう。そしてアイテムどれ、エナジードリンクのところですかね、そこにコンパスを持ってやっていきましょう。全キャラコンパスを装備して今回はやっていきますよ。グレネードなくしてコンパスはかなりまずいような気がしますけどね。ではジャックから順番にやっていきましょうか。まあ、サイコの位置がわかるんですけど、どうなんでしょうね。 4.8 秒で、とりあえず使ってやっていきましょうか。まずコンパス使って、なんか短いような気がしますね。信用になり始めてから使ったとしても、まあ、来る方向は分かったとしてもね、相手も移動しているんでね、回り込まれてたりしたら普通に食らうと思いますし、これだったらスタンの方がいいんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。どうなんでしょうかね。有効な使い方はあるんでしょうか。もういきなりワンパン食らいましたね。ただ微妙な距離で心音が鳴ってる場合は使えるかもしれないですけどね。で、2台目がつきましたね。一瞬ハートが動いて心音すら鳴らなかった。どこにいるんでしょうね、これね。じゃあここつけたら救助に行きましょうか。おっと、救助入りましたね。で、ジェネレーター残り2台になりました。ジェネレーターどこにあるんでしょうね。あ、ここにあるんで、ここやっちゃいましょうか。なんかさっきから少しだけ心音が鳴ってまた消えるというのを繰り返して、そして誰かが食らっているという状況になってますね。まあ、とりあえずここをつけて、でなんかガチャリと聞こえましたね。で、マーカスが2発目食らって牢屋行きと、で左側でなんか足音聞こえますね。いやいや、おじいちゃん叫びながら走ってきた。しかもみんないるじゃないか。スタンの懐中電灯投げて逃げましょう。ただおじいちゃんがなんか2回はいはい叫びながら右側走っていきましたね。で、ジェネレーターあと残り半分なんで、ここやりたいところなんですけど、そっちかい。いや、間に合わない。エナジードリンクがないとダメだ。消えましょう。
まずいですね。これで回避アイテムがなくなりました。次追われたら非常にまずいです。強引につけましょう。で、これで通電。確か左側のゲート横の扉が生きてたと思うんで、信用になってるんですけど、こっち側開けちゃいましょう。で、もうすぐ懐中電灯のクールタイムも終わるんで、あ、もう3人脱出済みですね。まずい、取り残された。ただ信用になってないので脱出はできそうですね。じゃあ出ましょう。まあ、これまだジャックだからいいんですけど、足の遅いキャラゲイリーとかでコンパスって意味あるんですかね。あ、13,600も入ってますね。では次メアリー行きましょう。で、逃げるためのアイテムが指輪しかないという状況になってますけど、これ大丈夫なのかな。ちょっと1秒でも効果時間増やしましょうか。レベル上げれるだけ上げちゃいましょう。で、これでレベル10.4.9秒ですね。まあ、あんまり体感できないと思うんですけど、行きましょうか。で、お相手は肉屋で、メアリーがいきなり2人いますね。で、ゲイリーとリナ。で、マップはバンカーですね。扉が多いのはありがたい。ジェネレーターがないぞ。ここにもなくて、じゃあこの上かな。ありましたね。じゃあここやっていきましょうか。で、新温度ぐんどくになってるんで、ちょっと使いますか。右斜め前、おっと、爆発したせいでなんかこっち側向かってるっぽいぞ。今矢印がこっち側に向かってきてたような。あ、来てる。扉まで間に合うかこれ。あー、ジェネレーター蹴られる音がしましたね。なんてタイミングで爆発するんだ。さらに叫んで場所を教えていく。で、ここがついてますね。ツールキットを使ったのに非常にもったいない。もうこれはゲイリーと一緒にここつけちゃいましょう。はい、これで2台目ですね。残り3台になりました。心音がドクンドクン鳴ってるんですけど、急に消えましたね。まあ、心音鳴り始めてから使いますか。で、ワンパン食らってますね、もう一人のメアリーが。で、それと同時になぜか叫んでいく。完全に場所を教えたがり。どっから来るこれ。側から回ってきてましたね。なるべく離れましょう。で、救助はリナがいるんでね、リナに任せましょう。で、そうしてる間にジェネレーターが残り一つになりましたね。なんか下側で足音が聞こえるぞ。あ、私が最初やってたところですね。ここを修理してると。あれ、救助行ってないの。まあいいや、ここで一緒につけちゃって、それから救助行きましょうか。で、ゲイリーがアイテム投げつけてるみたいですね。で、それとほぼ同時に通電しました。なんか蹴ってる音が聞こえるんですけどね。とりあえず救助しましょうか。ただ救助したはいいが、あのフォローするアイテムがないんですよね。なんか上に向かっていきましたね。しかも叫びながら向かって、あれ下空いてるよ。なんで上に行ったんだろう。で、ゲイリーも来たんで、ついでに助けましょう。間に合うかこれ。何ハマってんのそこ。はい、出ましょう。みんなみんな下だよ。え、なんで上向かっていくの。怪しいムーブしてますね。ゲイリー何やってんの。こっち向かってきてるんで出ましょう。相変わらずあのマップの障害物にはまるんですね。では次ゲイリー行きましょう。
エナジードリンクから変えてきたので、心音がかなり近づいてきた時にコンパスを使ってね、逆側に逃げていきましょう。で、お相手は崇拝者で、マップはバンカーですね。で、メアリー2人にマーカスと、ジェネレーター得意な人が私しかいないんで、できれば開幕見つかりたくないと思います。おっと、いきなり叫んでいく。なぜ見つかりたくないと言った先に、矢先に叫んでいくかな。これ向かって来られたらいきなり困るんですけどね。もうゲイリーはね、足遅すぎるんで、エナジードリンクは必須だと思うんですけどね。ここやっちゃいますか。なんか近くでジェネレーターが動いている音がしましたね。で、2台目がつきました。近いぞ。ただ私の方には向かってきていない。まだバレてはいないみたいですね。じゃあここつけ切りましょう。で、これで残り2台になりましたね。で、ここついてて、ここになくて、あ、ここにありますね。じゃあここやっちゃいましょう。で、心音が鳴り始めましたね。で、ジェネレーター残り一つになりました。こっち来るかな、どうでしょうね。あ、なんか右側でメアリーが叫んでましたね。これは来るかもしれません。ただつけるのは間に合った。通電しましたね。ちょっと左側でまたメアリーが叫んでますね。なぜ扉を開けるのをわざわざアピールする。どっちから来る。みんなこっちから逃げてくる。で、どうすんの。私だけ上行きますか。どうするこれ。あ、いますね。3人脱出済み。え、あの状況で開けたの。じゃあ私も出ますか。あれ、いないぞ。どこ行った。まあいいや、出ましょう。狙われてなければなんとかなりますね。あ、追われたらゲイリーだとどうしようもないような気もしますか。では次、リナ行きましょう。で、お相手は崇拝者で、ジャック、フィル、ジャックと、ジャック2人ですね。で、マップは寺院ですね。行きましょう。どこら辺からスタートかな。右側のゲートの上からスタートですね。今のところ心音も全く鳴ってないんですけど、2回連続で爆発しましたね。なんてこったい。なんとか突き切って逃げましょう。すぐ左の扉を蹴られてますね。扉までまず逃げましょう。で、この中にジェネレーターありましたね。あれ、もう2台なんですね。早すぎる。で、室内で爆発していく。来る前につけれるでしょう、これは。なぜ途中で逃げる。つけ切るんだ。で、強引につけて、間に合った。なんとか間に合って。あれ、扉蹴ってないな。回り込んでったんでしょうか。まあいいや、急いでここつけちゃいましょう。で、通電しましたね。で、迷いなしで扉を開けていく。
たんですけども、すでに開いてますね。で、コンパスで場所見ながら反対側に走っていきましょう。あ、こっち来てますね。あ、こっち蹴ってますね。じゃあなるべく引きつけてから出ましょうか。下側のゲートから逃げましょう。で、おじいちゃんも脱出済みと。あれ、あと一人はジャックだから大丈夫でしょうと言いかけたら食らいましたね。ちょっと待って、まさかのこっち向かってきましたね。ジャックどこ行った？いや、まずい、扉が結構飛んでますね。ジャック右側のゲートの方向かってったのかな。ちょっと待ってから出ましょうか。なんか心音が全くしないのが不気味ですよね。でジャックは足食らってても足速いんでゲートまでは行けると思うんですけどね。あ、回復してましたね。出る気配がないぞ。もういいや、出ますか。回復したし大丈夫でしょう。では次マーカス行きましょう。で、また数愛者ですね。フィル2人にメアリーと。で、マップはバンカーですね。マップ左上の方ですかね、ここは。で、近くにあるジェネレーターを触っていきましょう。ツールキットを使って急いでつけていきましょう。あ、なんか近いんだけど、これ来るんじゃないか。どっちから来る？明日帰り。で、おじいちゃんと橋合わせ。ごめんよ、おじいちゃん。私はあえてここをつけるよ。あ、なんで戻ってくんの？まずいまずい。どうするこれ？下の鉄の扉使うか。いやー、ちゃっかり修理してたら許されなかったですね。で、自己回復意外と早かったですね。自己回復してしょうがない、ここを直しましょう。で、ジェネレーターほとんど修理できないままツールキットのゲージだけが減っていきますね。これはまずい展開ですね。で、ようやくジェネレーターが1台つきました。あー、爆発していく。で、ここもつけて残り3台になりましたね。どこにいるんだろう。あ、この先にいますね。ちょうど進もうとした先の扉を蹴ってましたね。おそらくこの左上あたりにいるんじゃないかと。いや、バレる前につけ切ろうと思ったらなぜか叫んでいく。あれ、心音消えましたね。別の人を追ってる感じなんでしょうか。で、ほぼ2台同時について残り1台になりましたね。いやいやいや、定期的に叫ぶな。どっから来る？右かな。足跡見えてるはずなんで追ってきてると思います。
扉を蹴る音が聞こえてますね。で、ここにあるじゃないですか。ここやっちゃいましょう。で、下側ですかね。鉄の扉が蹴られてる音がするんで、こっち来るかもしれませんね。あ、来てる。無理っぽいんで消えましょう。あ、そっちかい。これ扉まで逃げ切れない。まず一発食らって加速して逃げましょう。で、通電しましたね。まずいぞこれ、アイテムないんだけど。あ、終わった。ミスしていく。で、アイテムは投げてアシストしてくれる。扉まで間に合わない。いや、いろいろタイミングが悪かったですね。これはもうダメでしょう。で、おじいちゃんも開けてて、なんか埋まってますね。いや、最後の最後でやらかしましたね。ただ死んでるんですけど、1万超えと。久々に死んだような気がしますね。じゃあおかわりに行きましょうか。逃げるためのアイテムがね、一つ少ないんでね、ずっと追われるときついですよね。はい、行きましょう。あれ、ジェネレーターがないぞ。ということはここら辺ですかね。ありました。ここね、開幕叫ばれたら終わりますね。急いでつけて扉まで逃げましょう。まずは一つ目で、ここになくて、この小部屋はどうでしょう。ここにはありますね。で、メアリーが一発食らってますね。しかもかなり近い感じなんで、コンパス使いますか。右側にいる。で、マーカスが走ってくる。ただここは間に合いそうですね。で、これで2台目がつきました。で、食らってたメアリーが自己回復完了と。じゃあ次のジェネレーターつけていきましょう。で、3台目がつきましたね。右側でメアリーが叫んでます。これはこっち来るかもしれませんね。いや、離れていってるぞ。で、そうしてる間にジェネレーターがついて残り一つになりました。いやいや、定期的にメアリーが叫んでるんですけど。来る前にね、つけ切りたいところなんですけど、右側でメアリーがね、叫び続けてるんですよね。で、鉄の扉蹴ってる間に通電と。そしてメアリーが叫び続けてた。メアリーが食らって牢屋行きですね。で、味方が下に2人とも走ってってましたね。じゃあ入れ違いで救助してから逃げましょう。その間に扉を開けててくれるとすごい助かりますけどね。で、割と早めに助けに来たのにもうゲージ半分減ってるっていうね。さすがに正面から突っ込んでって食らうのは、え、向かってってますね。なぜかメアリーが崇拝者を追いかけてますね。一体何をやってるんでしょうかね。一人脱出済みなんで、ここかな、空いてるの。あ、空いてますね。で、もう一人も走ってきて、で、残るはメアリーですね。
で、メアリーも脱出したので出ましょう。が溜まったのでまたコンパスのレベルを上げましょう。これで 5.2 秒ですね。このアイテムはサバイバーが透明の間でも効果を消さずに使えると、まあ、透明になった時にね使う状況はないと思うんですけどね。ただこのゲームの恐ろしいところは透明になっててもですね叫ぶんですよね。で最後にバレて終われるっていうね。でお金が足りなくなってしまったのでまた稼ぎに行きましょう。で次ですね、フィル行きましょう。肉屋に変わりましたね。おじいちゃん3人ですね。さらにマップはジーンと。で細長い左側の部屋からスタートですね。急いでつけちゃいましょう。この状況で叫びとか爆発が出た時点でまずいですね。なのでなるべく叫ばないでほしい。で早くも1つ目つきましたね。これで2台目。どっから来る？下にいますね。じゃあ離れましょう。であっという間に3台がついていく。はい、はいじゃないよ。で陣内はついてますね。叫んでしまったのでおそらくこっちに来るでしょう。はいってまた左側でおじいちゃんが返事しましたね。であっという間に残り1つになりました。いやー爆発していく。一応コンパス使いましょう。だんだん近づいてきてる。で扉蹴ってますね。だだ通電が間に合いました。すぐ左側にいたんでこれ開けようとすると来るんじゃないですかね。まあいいや、開けちゃいましょう。まだ指輪残ってるんでね、仮に来たとしても緊急回避して扉まで逃げましょう。で3人脱出済み。扉は開けました。逃げましょう。危ない危ない。アイテム投げなかったら死んでましたね。いや着くのが早すぎでしたね。あれはどうしようもない。で 5.5 秒になりましたね。で全キャラ終わったので次はサイコ側やっていきましょう。まずはアイテムを回収して、で前回岩使ってたんですけど、どれ使いましょうか。まあ、逆にサイコ側はコンパスあると便利なんですよね。特に肉屋はね。です
害者は扉を破壊したいので、どっちかっていうとポーションのクールタイムの間に扉を通り抜けられるマスクがいいかなと思うんですけどね。あと1枠ね、アイテム欄があればね、最後は5枠とかだったらまだ全然違うんですけどね。じゃあまずは肉屋側からやっていきましょう。ジャック、マーカス、メアリーとリーナですね。はい、行きましょう。ん？音が聞こえないぞ。じゃあ下行きますか。あ、足跡ありましたね。どこ行った？あ、扉の中入らないですね。で、メアリーがいました。開幕メアリーはね、ちょっと物足りないですね。できればリナかジャックですね、見つけたかったところなんですけど、ここちょっと動いてますね。左下爆発？ここかな？あれ？ここじゃないの？しかもいきなりボボンとつきましたね。で、鉄の扉を開ける音がするんで、ここにいますね。じゃあナイフ投げましょう。で、ジャックにヒットで、一緒に扉の中入って一緒に仲良く走っていきます。加速早いな。ということはマーカスが救助に行ったっぽいですね。で、上で叫んでくれたんで、ここにいるでしょう。いました。あ、マーカスじゃないや、リノが助けに行ったのか。で、2人目をぶち込んで、んガチャリなんでこっちか。で、ポーション使いましょう。で、ちょうど叫んでくれましたね。奇跡に起こらないんで非常に厄介なんですけどね。マーカスが救助に行ってるかもしれませんが、どっち行った？鉄の扉が開く、こっちかな。あれ？どこ行った？で、ギリギリで救助入りましたね。なんてこったい。絶対救助間に合わないと思ったんですけどね。リナが途中で巻いて救助に行った感じですね。で、運よくワンパン入って、さらに救助が入っていく。これメアリーが救助したんですよね、やっぱりね。で、痕跡残らないのが非常に厄介なんで、負傷したメアリーは確実に殺していきましょう。で、ここの扉を破壊して、ジャックどこ行った？赤い足跡があって、こっから下に向かっていく。で、追跡を入れたと同時に救助されましたね。戻りましょう。なんか右側で足音聞こえるんですけどね。まあいいや、とりあえず戻りましょう。で、ジャック死亡で、で、扉開ける音が聞こえたので、ここら辺にいるはず。ん？こっちかな。あ、いましたね。ただ負傷したリナではないマーカスですね。とりあえず一発殴りましょう。そして安定のミス。下で叫んでいる。まずは一発殴りましょう。いやいや、なんか右側で、右下でずっと叫んでますね。じゃあ迎えに行きますか。ここら辺にいるはず。ジェネレーター蹴っておきましょう。ここやってましたね。で、蹴り入れて、
外の音がうるさすぎて足音が聞こえないですね。で、下でジェネレーター爆発。そう、こういう時になるとどうしようもないですよね。で、コツコツと音が聞こえるんで、こっちかな。いました。では次、崇拝者行きましょう。というかね、最後2人何度も言いますけど少なすぎますよね。そろそろアンロックさせてほしいですよね、この2キャラ。村でリナフィル・ジャック・マーカスと、なんか左側で物音がしたような気がする。ん、気のせいか。いや、やたら足の速いおじいちゃんに変装して追っていきましょう。そしてマーカスがいたんで、うわー、ミスるんだこのタイミングで。まあ、ワンパンは入らないのはわかるんですけど、マーカスにはワンパン入らないですからね。ただミスは痛いわ。変装してる意味がない。で、そうしてる間に2台つきましたね。あ、目の前で締められる。もういい、アイテム投げましょう。で、扉の中にいるんですけど貫通して当てていく。で、ガチャリと聞こえたんで、まだ誰かいるはず。なんか足音聞こえるぞ。こっちかな。アップに投げてみましょう。ありましたね。またガチャリと聞こえた。どこだ、左下か右か。あ、いました。救助に来てましたね。これは阻止させてもらいましょう。当たらないか。で、一発当たって、まあ、こっち行くしかないですよね。追撃と。ただこうしてる間にジェネレーターが残り一つになってますね。どこにいるんだ。いや、ここ蹴っときましょう。残り2台に戻します。で、左側でなんか物音が聞こえた気がするので、あ、いましたね。気のせいではなかった。で、おじいちゃんの姿が見えました。で、鉄の扉を開ける音がしたので、この中に入って、で、回り込んで追撃。ただシルバーが全然入らないですね。じゃあ、あと最後1回ずつやって終わりましょうか。じゃあ、アイテムを変えて今度ブロークンハートを持っていきましょう。心音が鳴らない効果ですね。35秒間鳴らないというね、かなりのぶっ壊れアイテムです。じゃあ、行きましょう。ただ最後がアイテムを使うときにですね、すごい効果音もめちゃくちゃうるさい音が鳴るんで、まあ、アイテムを使っているというのはサバイバー側もわかるんでね、まあ、それで警戒するしかない、そんな感じですけどね。で、マップは寺院です。で、ゲイリー2人に、いや、うるさいですね。音がうるさすぎてめちゃくちゃびっくりしたわ。
アイテム使った本人がびっくりする。で、リナが左上。ワンパンを食らわすのはリナの方がいいですね。ただゲイリー2人いるんで阻止しないとまずいことになります。やらかしましたね。ナイフ投げて相手にワンパン食らわすというね。で、そうしてる間に2つつきましたね。で、救助が即入っていく。ガチャリと聞こえて、ここか。追撃しましょう。で、右側爆発中ということで、まずここを破壊しましょうか。で、残り4台に戻します。で、ブロックパートを再度使う。いや、本当音うるさいな。さらにワンパンが入っていく。すごいですね、ワンパン連発で入っていく。で、ここもついてるんで、ここを破壊しておきましょうか。で、これでまた4台に戻します。で、これを破壊しながらメアリーを探していきましょう。メアリーはね、叫びやすいんで、近くにいると叫んでくれるんですよね、こういう感じで。で、上にいると、どっちだろう。あ、連続で叫んでくれましたね。あ、ここやってたんだ。で、足跡も発見しました。もうこうなればこっちのもんですね。で、姿が見えて、扉も一緒に入る。そしてさらにワンパンが入っていく。ちょっとワンパン入りすぎじゃないですかね。まあ、ただただ運が良かっただけですね。ワンパン強すぎます。アイテム回収しましょう。ではラスト、崇拝者行きましょう。で、アイテム何にしましょうかね。ここはあえて石でも持っていきますか。これは純粋にね、サバイバーのスピードを 40% 減少で、効果時間は5秒とそんな感じなんですけどね。ジャックには効くんですけどね。足の遅いキャラに投げても、投げる前に追いついて殴るっていうね、そういう状況になってしまうんでね、なんとも言えない感じですけど、ジャック来なさい。来ない。で、マップはバンカーですね。かなりまずい状況ですね。足の速いキャラがいない上に扉が多いマップというね。で、いきなり右上が爆発と、まあ、開幕右上ってあんま行かないんですけどね。サバイバーが1人しか開幕にね、出てこないんで、基本的に左側に3人いるんですよね、開幕で。メアリーですね。そうしてる間に早くも1つ目がついていく。で、さらにまたワンパン入りましたね。さっきからどうしたんだ。ワンパン入りすぎだぞ。で、足音が聞こえる。で、やりかけのところがあったんで、あ、もう救助入りましたね。これまずいぞ。痕跡が残らない人間を1人誕生させただけですね。まずい、非常にまずい展開ですね。急いで戻りましょう。で、ここがついてたのか。じゃあ蹴りましょうか。で、残り4台に戻します。で、強暴時のここの扉を破壊しましょう。で、右側で足音が聞こえました。いましたね。で、マーカスが叫んでます。回り込みましょう。で、ナイフ投げて鉄の扉に入る前に仕留めたい。ミスるなよ。あー、閉められた。2、3、4発ですね。時間かかりすぎる。で、上でメアリーが叫んでるんで、マーカスを追うのやめましょう。メアリーに行きましょう。どこだ。え、どこ行った。上で爆発中。
で左側で音するんで、こっちにメアリーが合いましたね。でエイリーとフィルをね、野放しにしてるのが非常にまずいです。早く何とかしないといけません。どっちかだけでも止めないと。あー、もう残り1台になりましたね。もういいや、誰でもいいや、もう8分投げましょう。これ誰だ。いや違う、そっちじゃないよ。なんで負傷してる方に投げるかな。で嘲笑うかのごとくおじいちゃんがはいと返事していく。で足跡あったんで、まずはナイフを投げ、でもう片方の方に追っていきます。負荷をかけていきましょう。で赤い足跡がまず、こっちはおじいちゃんかな。そうですね、ちょうど返事してくれましたね。で右上でも反応してくれる、これはありがたい。でちょうど扉を入っていきましたね。はい、これで終了です。マップとね、アイテムの噛み合ってなさがまずかったんですけどね、なんとかなりましたね。アイテム回収して終わりましょう。さ、その前にですね、コンパスのレベルを上げれるだけ上げちゃいましょうか。あと一つまで上げれそうですね。で今回はですね、コンパスのレベルを上げながら遊んでったわけですけども、5秒、まあ、最初使った時 4.6 秒でしたっけ。なんとも言えませんね。これを使うんだったら他のアイテムを使った方がいいかなと。やはりまあアイテムのね、最後にレベルを上げただけあって、サバイバー側のコンパスはあまり優先度は高くないのかなと思います。そんな感じですかね。はい、では今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。